えい、米沢上杉祭りの川中島合戦で見た光景。最後の総掛かりの時に合戦場中央あたりですごく真剣に戦ってる武田側金髪外人のお姉さんと上杉側のおっさんがいた。両者ともえい、とかいやー声を上げてえらく気合が入ってた。どちらも剣道経験者っぽい動きしてたな。でも潮時になったらお互い笑顔で握手しててなんか微笑ましかったよ。自陣に戻りながらおっさんに刀見せてもらったらガタガタになってて笑ってしまった。あとは秋田県だけだ。成人式の時に振袖着たままこの秋田県と並んで撮った写真を知人のアメリカ人夫に見せたら口開けて笑ってるみたいな顔して振袖の自分を見上げている犬に、おーってとろけそうな笑顔でハーハーしてた。着物好きだって言うから見せた写真なのに振袖は完全スルーだった。後から嫁の方に聞いた話では、この米人夫は日本に留学中に八甲物語のドラマだか映画だかを見て感動し、日本全国の国産犬種のふるさと巡りをしているうちに日本に惚れ込み住み続けることを決意したんだそうで、日本国内に就職して日本人の嫁ももらって、あとは秋田犬だけだとペットショップに行こうとして、マンションじゃ大型犬は飼えないって嫁に叱られ、マジで半泣きだったらしい。小型犬ならいらないってすねて八甲物語のポスターで我慢してるそうです。